魔界を歴史で知ろう。魔界を歴史で知ろう第3回でございます。やったー。まあ、もう第2回で終わらずね、あると思わなかったです、ね、ちょっと時間空いちゃったけど。そうです ね、解説は私、勇者と、はい、黒魔術軍ボンジャビ役、青山ほかです。イエーイ。黄金タンクです、ね、別のチャンネルから我々映ってきてますけどね。別のチャンネルもね、最近どうする家康の惨劇のおかげさ、あの、まあ続きはいつだ、いずれね、総まとめ、総まとめでゴーとどうする家康ね、メインでメインでやりたい。その時にはまた、はい、読んでください。このコーナーはですね、魔界に出てくる、魔界って、まあ、いろんな歴史上の人物出てくるから、はい、まあ、その歴史上の人物を、まあ、全部史実でね、勉強し直そうというこういうコーナー。今回はなる選手からね、演じる藤原の住友を取り上げたいと思います。まず、あの魔界におけるね、魔界水軍藤原の住友の印象を黒魔術軍ボンジャビとしてはどうですか。やっぱりその、まあ、最初五号星軍がいて、で私たち黒魔術軍っていうのがこうヒール的な感じで出てきて、うん、でそれに対してまた魔界水軍っていうまた別のこう軸のヒールが出てきて、お互いすごい意識し合ってるし、でその中でも藤原の住友はやっぱ力もあるし強いし、うんうん、っていうのでずっと割と恐れているものではあったかなと思うんですけど、でもなんかその回数を重ねていくごとに、その藤原の住友のなんか丹さんが演じる住友の人となりだって、その父親としての思いみたいなのがすごい深いキャラだなと。前回77回ね、あのちょっとその付き合いしたいいシーン、はいはい、まあ、ちょっとそれ の元ネタもね今回あります。おまずですね、あの藤原の住友ですけど、はい、これは藤原北家というね、藤原家っていっぱいあるわけですよ、うん、その中でも北家って呼ばれているのが、まあ、言ったら主流、今北家が全然感じ変化して、北の家、あ、北の家、北の家です、そこがまあ主流なんですよ。で、まあ来年大河になるね、あの藤原家、藤原道長とね、はいはい、歴史上有名な人格が大体この北の家から出ているわけです、うん、なんと住友さんはこの北家の出身です。じゃあお偉いさんなんですか。そうそう、本来であればエリートコース、本来であればもう朝廷の中で偉いさんになってもおかしくない、うん、ところがですね、住友のお父さんというのが早く亡くなってしまうんですよ。あー、切ないですね。そうそう、で 彼らはもう武士ではないので、朝廷ね、まあ人間付き合いで出世をするので、まあ、お父さんが早くに亡くなっちゃったわけで、骨がないんだ、骨がない。で彼は結局藤原家の主流にいながらですね、はい、出世コースから外れてしまうんです。かわいそうだね。そう、まあ、それがまあちょっとやっぱ住み方がグレーグレーちゃう、グレーモードに入っちゃう、はい、で彼が最初に生きたのはその地方官しかもなる、地方の役にしかもうコースがなる、で今で言うと、日本のね、あの官庁ってね、エリート官庁で、いくやつが市役所の職員、職員しかやらない。で、伊予とね、今でいう愛媛県かな、そっちのところに行って、まあ、瀬戸内海に海賊がいっぱいいた。うん、なんかそれはふんわり。その海賊を取り締まる仕事で、おじさんと一緒に行ってですね、うん、まあ、ここでめちゃくちゃ武勇をあげる。宝石をあげる。で、一旦、まあ、その警察任務終わって、朝廷に戻るんですけど、どうも彼は、その時に、そのこう地方官の中で人望があったらしく、うん、今功績もあると呼び戻されるわけですよ。もう一回来てください、うんうん、で行くわけです、うん、で行って、まあ行ってしばらくしたら、いつの間にか彼が海賊の棟梁なんかちょっと分かんない、ちょっと分かんないな、まあ、あのなんか今現代のヤクザを取り締まっていたはずなのに、イカついたら最大広域暴力団の組長になる。魅了されちゃったんですか、その海賊に。もうだから彼とか集まって、これは、まあ、あのすごい乱暴な言い方なんですけども、うん、で適切に言うと、彼が取り締まってた海賊っていうのは、はい、本当に悪くないです、うんうん、でもその瀬戸内海って、まあ、海も荒れてるから、いやそれ通行料を取って、あの無事に渡してやるみたいな人たちいっぱいいたわけですよ。あ、でただ通行料払わないって言ったら襲うみたいな。出せよそれが地方の豪族たち、はいはい、どうもその棟梁になった、うーんというような流れで、まあ朝廷からするとあれあれっていう、おかしいぞと、あれあれあれという感じになったわけです。で一説では、あの京の都で、うん、平将門と
親友になって比叡山に登ってね、俺は石狩、名前は石狩、女の都を潰してやろうぜと言ってお互いに乱を引き起こしたと、はいはいはい、まあ説があります。社会の教科書に載ってたやつ、載ってる、そうそう載ってるやつ、載ってる、あの天、あの大きな乱をね、はいはいはい、将門住友の乱と言われるんですけども、うん、それが起こるわけですよ。まあこれね、最近の研究では、まあ、この2人が会うことはなかったし、そうなんだ、あの住友はそもそも将門を知らない。あ、そうなんだ。ただ将門の乱が起こって大騒ぎになったんですよ、京都で。それがどうも響いてきて、あ、まあ、流れてきてね、話でチャンス、あ、ここに乗るぞと、めちゃ暴れてやるぜであったのではなかったおーって言われてる、というふうに言われる。朝廷からするとですね、将門の方が怖かった。武士ってあるし、あ、まあまあ、要は地方の藩なんで、まあ、大体その朝廷ってのはもう昔から東の乱に苦労してた、うん、あの後に出てくる、ね、征夷大将軍、はいはい、まあ、あのどうする家康もね、征夷大将軍、うん、あの征夷っていうのは東の悪いやつをつけるっていう意味、あ、へえ、うん、だから征夷大将軍の意味で言うと東の悪いやつだから、うん、まあ、その言葉ができた由来 もう半分ぐらい、この将門とかその前にあったね、いろんな事件があって将門やばいっていうふうになって、どうも住友の方が本当ならね、住友の方が京に近いわけですよ。だから本当で言えばね、あの京の朝廷は住友が怖いはずなんだけど、住友は京は全然行かずに攻めていくのは、まあ、今で言う広島とかね、あの福岡とか、ああ、この周りだ、まあ、四国だ、そうそう、自分らの周りを荒らしまくるとおー、どうしたどうした、激荒らしまくり、うん、でまたおそらく自分の利権をそこで取りたい、あ、新たな一歩をそこで取り出すか、まあ、まさかぼでわーっとなってるんで、まあ、彼は要はもうせめて、うん、あの県知事ぐらいにはしろって、はい、県知事ぐらいおかしいだろうというのも思いがあったんだよね、うん、で地方のその人たちはみんな自分のこと好きだから住友さん、住友さんって来るわけよ、じゃあもう俺が治めた方がいいんだねっていうふうになっていて、うん、これ実はねちょっとそれっぽくなったんです。あの将門の乱で慌てた朝廷がなんと住友に将門を討て、将門を討てばお前は認めてやるんだ、はい、そういうことを言われるわけです。ただまあ住友も賢かったのは、将門を自分が討っちゃうと次どうせ俺はやられるだろうって言って、うん、もっと燃えろもっと燃えろそっちで将門もっと燃えろよってやっていたわけですなあ、そうなんだ。ところが、うん、この将門さんがですね、なんと、あの、まかに出てくる、タワレの当館、うんうん、山田さんですよ、はい、山田さんに打ち取られてしまったんですね、これ、当館の闇に、期待を打ち抜かれて、まあ、事故死みたいな感じ。で、なんだ、発見なく終わっちゃった。これでしてね。そう。そしたら、まあ、朝廷は今まで東に向けるわけで、全部、西に向けれるわけだ。そうですね。今住友さんここでやべえと言ってダサリってね、評価になるでしょ、ダサリあそこを襲撃して占拠するわけですよ。おー、すごい力技ですね。もうやったるでと。だけど、まあ、さすがに全軍がやっぱ集まってくるんで、結局こう裏切りに遭い、一番裏切ったのがその海賊の仲間の中で落ちて、落ちあの落ちです。落ち安成の先祖が裏切り。そこつながりあるんですね。そうそうそう。で結局、まあ、裏切りに裏切られて結局まあこう逃げていくんだけれども、あのそこで捕まってしまう。はい、まあ、一大決戦を、ね、そのやるので、まあ、結局負けて、で逃げたところを橘の東也さんあの人に捕まってですね、はい、まあ獄に入れられて。息子の重玉と一緒に入れて、はいはいはい、まあ、重玉は切られるんですよ、うん、で自分は、まあ、一説ではその小場で殺されたというのもあれば、獄中で死んだというのもあれば、ただ、ね、不思議なことに住友の死というのが確認されてない、確認されてない。で一方その将門は首を切られて日本で初めての晒し子、強だから、もうだから今日の朝廷からすると、将門は首持ってきてもらわないと怖いですね。怖い。
本当かどうか分かんないのか、それが晒し首の第一号。へえ。ちなみにこの首が夜中に許せん、俺はこんな今日で首、俺のどこだどこだって飛んでいった今日からね。で落ちた場所が今あの大手町にあるまさかの首塚。それがそうなんだ。そうだからあそこにこう結局胴体までたどり着けず落ちた。あでもすごい頑張ったんですね。頑張った。でそこにまさかの怨念が込められているというのがまさかの首塚。で罪とはそういうのない。だから罪との最後っていうのは結構あの不思議な謎が積まれてるんだけど、さらに面白いのはこの立花の東安さんというのはですね、はい、後に、楠木正成が出てきたよね。出てきた、ね、渡さんだ。そうそう、楠木正成が実は立花の東安の子孫に名乗って、名乗ってる、まあ、よくわからないけど、少なくとも俺は立花家の末裔である、はい、それぐらい立花家っていうのは当時住みの家とったことで有名なんだ、はい、ただ面白いのは立花のところです。これ住みを倒した功労でね、すごい出世するわけですよ、はい、ところが2年後京の町から自分の故郷に帰る途中に何者からに惨殺をされる。犯人は分からない。怨念来てるって。だからこれひょっとすると生きていた住友が復讐したのかもしれないね、と言われています。あーへー、これなかなかミステリアスでしょ。そうですね。この住友ってだからね、魅力的だし、まあ、いわばエリートから脱落して、うん、エリート官僚がヤクザになり大暴れし、まあ、日本の最後を遂げるみたいな、そういう物語の人物です。ということでね、今回は、三原の住友を、はい、やります。で、今回は、これがちょっとシリーズで、瀬戸内シリーズ、瀬戸内シリーズね。おまあまあ、その前に瀬戸内電気でやってるから、伝説のあれね。応募するやつで、はい、もう瀬戸内に関係する人をもう一人。はい、村上の清をやっていますということで、まかり歴史でしろ、今回は藤原の住友でございました。私は勇者、そしてあ、黒魔術軍門前の役、青山穂子でした。ありがとうございます。